にちは、皆さん。女性のお悩み解決トレーナーのゆみです。今回は排卵日を自然に知る方法についてお話ししていくんですけれども、妊活でもしていない限り排卵日ってあんまり意識することってないんですよね。ですが、排卵日を把握しておくことは生理がある全ての女性にとって重要なことなんですね。生理予定日を把握しておくことぐらい重要なんです。排卵日を知っておくことはいろいろなメリットがあります。妊活をしている人はもちろんなんですけれども、今は妊娠したくないっていう人、それから、PMS が重めな人、それから仕事や育児を頑張りたいと思っている人にもとても重要なことです。で、このリスト一見つながりがないように見えるかと思うんですけれども、実は深く関わってるんですね。まずはじめに、なぜ排卵日を把握しておくことが大事かお話ししていきます。生理予定日は意識してるけど、妊活もしてないのに、こう排卵日を知る必要なんてあるのってね、思っている方が大半だと思います。ですが、排卵日を知っておくことは、避妊のため、それから性生活を楽しむためにもとても大事です。妊娠する可能性がある日は、生理周期の1サイクルのうち、たった5から7日のみです。反対を言えば、それ以外の日は妊娠をする確率が低いんですね。このため、自分の排卵のサインを知ることができれば、妊娠しやすいと思われる期間はいつも以上に避妊対策をしようとか、そういったね、選択ができるので、望まない妊娠を回避することができるんですね。また、排卵日を知っておけば、PMS、生理前症候群がある方にとっても、この日を境目にね、対策をいろいろ始めることができるんですね。例えばね、私も PMS 結構あるんですけれども、生理前は、砂糖やカフェイン、お酒の摂取をね、少し控えるようにしてるんですね。そうするとね、PMS とか生理痛が和らいでくるんですよ。また、PMS になりやすい生理前の時期が来たら、ゆとりを持って計画を立てようとかね、調整をすることができます。私はね、排卵日を過ぎたら、夫にね、コミュニケーションを取るようにしてるんですよ。自分のパターンで言うと、生理周期19から21日ぐらいから、PMS の症状が出やすくなるんですね。なので、まあ、この先1、2週間、ちょっと体調とか気分が、優れない日があるからサポートお願いねってしておくと、まあ、なんか育児とか家事をね、分担してくれたりするんですね。あとは仕事や育児を頑張りたい人にとっても、排卵日を知っておくことはメリットになります。排卵日前後になるとよりエネルギッシュに感じられて、集中力とか社交スキルがね、アップしやすくなるんですね。で、ストレス耐性も、生理前や生理中よりも上がるんですね。なので、まあ、仕事や育児などでも少し無理が効いてくるんですね。人前に出る仕事だったり、人と会う予定っていうのは、このあたりにね、調整していくとね、うまくいくことが多いです。生理周期と予定の調整については、こちらの動画でも詳しく話しているので、ぜひ見てみてください。次に、排卵日に関するよくある誤解について話していきます。一つ目は、排卵日はいつも14日ではないということです。生理周期はいつも28日と思われがちで、で、排卵日はその真ん中の14日。14日ってね、言われているんですけれども、実は生理周期自体ね、24日から36日まで開きがあるんですね。で、例えば25日周期の人の場合はね、排卵日が14日ではなくて10日だったり、36日周期の方だと20日だったりね、結構前後するんですね。あとは同じ人でも生理周期によって排卵日が変わることがあります。全く同じ25日周期でも、今回は9日に来たとかね、12日に来たとかね、観察していくと変わっていくっていうことがわかると思うんですね。なので、排卵日は毎月同じ日ではない、14日ではないっていうことを覚えておいてください。二つ目は、排卵チェッカーや基礎体温での把握は正確ではないことがあるということです。これはどちらかというと妊活している方向けのお話になるんですけれども、排卵チェッカーで測れるのは LH という黄体形成ホルモンというホルモンのね、上昇のみなんですね。LH は排卵を誘発するホルモンと言われているんですけども、このホルモンの分泌が高まっても、実際にね、卵子が卵巣から出発したかどうかっていうのは測れないんですね。また、LH が高まる期間がたった10時間ぐらいで短いという人もいるので、タイミングを逃しやすいんですね。もちろん排卵チェッカーでタイミングを測って妊娠する方もいるので、全く無意味なわけではないんですけども、いつも正確ではないということです。あと、排卵チェッカーは結構ね、コストかかりますからね、何枚も無駄にしたくないですよね。で、この後ご紹介する方法はね、自然な排卵日の測り方なので、全くコストもかかりません。
また基礎体温については体温が上昇してくるときにはね、もう排卵済みだったりするんですね。なので結局いつ排卵したのかがね、後になってからじゃないとわからないんですね。で、体温が上昇してくる前に基礎体温がはっきり下がるっていう人もいるかと思うんですけど、そうではない場合もありますよね。なので基礎体温は黄体期が始まったことを知るには便利なんですけれども、基礎体温を持って排卵がいつ起こるのか前もって知ることはできないんですね。はい、ではお待ちかねの排卵日を自然に知る方法についてお話ししていきたいと思います。これは結構女性の体びっくり七不思議っていう感じなので、面白いと思います。はい、排卵日を自然に知る方法その1は、子宮頸部の位置と様子を確認することです。これはね、ほんと女性の体七不思議と言ってもいいくらいほんとびっくりで、知らない方も多いと思うんですけれども、子宮頸部の位置って上がったり下がったりするんですよ。皆さんご存知でしたか？まずはじめに子宮頸部がどこだかよくわからないっていう方のために、じゃじゃーん、模型を使って説明します。これちょっと正規の模型断面図なんですけれども、こちらが膣で、これが子宮で、この2つが卵巣って感じですね。はい。で、これが膣なので、子宮がここから始まる、子宮頸部っていうのは子宮の始まる入り口のことです。ここのことですね。で、この子宮頸部が生理周期に連動して上がったり下がったり、上がったり下がったりしてくるんですね。すごいですね。この位置、これがね、排卵日には高くなってきます。位置が上がってきます。で、様子と質感も変わってくるんですね。この入り口は開いてきて柔らかくなります。精子が入っていきやすいように少し開くんですね。そして生理前になってくると、この子宮頸部が下に下がってきます。で、質感もね、ちょっと変わってきて、入り口は閉じて硬くなってきます。びっくりですよね。ほんとなんでこれ保健体育で教えてくれないのって思うんですよね。性交時に気持ちいいと感じる日と、ちょっと痛いなって感じる日があるなってね、感じたことある方もいるかもしれないんですけども、これはね、子宮頸部の位置と質感が変わるからなんですよ。なので、排卵の時はこう上に上がってるので、結構奥に入る感覚がある。で、あんまり疲れる感覚がないから痛くない。生理前になると結構下がってくるので、どんどん疲れて痛いなみたいな。あとね、生理前は性欲も下がりやすいので、それは子宮頸部の位置とか質感が変わっていることがね、大きく関係してるんですね。で、どうやって高さがわかるのって思いますよね。で、やっぱりね、触れて確かめることです。手をね、清潔にして、石鹸で一生懸命洗ってから、一番長い指、中指ですね、を差し込みます。お風呂の時などね、ついでにやるといいですね。で、いつも同じ姿勢で確認した方がいいです。しゃがんでやるならしゃがんで、立ってやるなら立ってね。姿勢によってね、こう入り方とかも変わってきてしまうので、自分のこう入れやすい姿勢を、決めるといいです。で、この子宮頸管の高さの確認時期なんですけれども、排卵が近づいてきたと思われる生理の半ば、あとは生理が近づいてきたと思われる時期に行うと、自分の子宮頸管の位置がどう変わっていくかっていうのが分かってくると思います。で、妊活中の方はこれをね、逆手に取ると、妊娠検査薬を無駄にしなくて済むようになってきます。で、生理前ってついついこう、妊娠してんの？どうなの？ってなりますよね。はい。なので、ついついね、妊娠検査薬をフライング検査して、結局陰性で、あーってなることがあると思うんですけれども、生理が来る場合は、子宮頸管の位置が、ね、下がってくるんですね。それがね。なので、生理が近づいてることがわかります。で、一方で妊娠してる場合は、この子宮頸管の位置が、高いままであることが多いです。必ずしもみんなそうではないんですけども、一つのね目安として覚えておいてもらえるといいと思います。排卵日を自然に知る方法その2は、織物の質を観察することです。通常の織物に加えて、排卵前後っていうのはね、子宮粘液というものが出てきます。通常の織物は酸性に近いんですけども、子宮粘液の酸度はアルカリ性に近いんですね。で、精子って酸性では生きられないんですけども、アルカリ性に近いと、生きていくことができます。なので、この子宮粘液が出ている間は、精子の通りが良くなるんですね。妊娠しやすいということです。なので、生理が終わったあたりから、織物の様子を観察してもらうといいと思います。生理が終わって経血が出なくなってくると、織物はほとんど出なくなります。ショーツや織物シートにはほとんどつかない。で、膣を触ってみてもね、透明のものがね、ちょっとつくだけ。になってくると思います。で、そこから数日すると織物に少し粘度が出てきます。ベタベタしたり、ちょっと白い塊のようなものが出てきます。で、そこからまた数日するとローションのように白っぽくなったり、クリーム状のような織物が出てきます。
そして妊娠しやすい日になると卵白のようなものが出てきて、こう触るとネバネバでね、こうビヨーンとね伸びるんですね。数センチ伸びるようになってきます。これがアルカリ性の経管粘液です。これが出ている間は精子が子宮経管を通過することができるので妊娠しやすくなります。経管粘液が出ているかどうやったらわかるかなんですけれども、ショーツや織物についたものを確認するのはもちろんなんですけれども、もっとはっきり知りたいっていう場合は、やっぱ触って確かめるのがいいです。手をね清潔にして、ね、さっきと同じように、指を入れるんですね。子宮頸部の高さを確認するのとついでにやるといいですね。ジャンプしたり運動した後だと子宮粘液がこう降りてきやすいので分かりやすいです。こう指を入れていただいて、ちょっとクイッと取っていただく。で、粘度を確認するっていう形です。排卵日を自然に知る方法、その3は気分です。排卵前後はエネルギッシュで疲れにくい時期です。集中力も高まりやすくて、機嫌も良くなるという方も多いと思います。また、性欲も高まりやすいですね。いつもよね、ムラムラしたり、ボディタッチを欲してるなと感じたら、排卵のサインかもしれません。現代のようにこうデジタルデバイスとか電気が、ね、なかった時代は、昔はみんなこう満月に排卵して新月に生理が来ていたと言われています。本当まさに満月の月明かりの下でオールナイターできるようにね、こうエネルギッシュに、ね、なるように作られていたんですね。逆に排卵の時期に排卵痛でダウンしてしまうっていう方もいると思うんですけれども、自分の体が発しているユニークなサインをぜひ観察してみてください。排卵日を自然に知る方法を3つご紹介していきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。女性の体は本当に日々変化を遂げてるんですね。月の中でこんなに変わっていくんだってね、初めて意識したっていう方もいるんじゃないでしょうか。いやでも膣に指を入れて確認するっていうのはちょっと抵抗があるっていう方もいると思うんですけれどもね、正直。でも織物の様子とか気分を観察するだけでも自分の体のリズムが分かってくると思うんですよね。でそうすることで事前に賢く予定を立てたり、生理前後のために心の準備をしたりね、意外なメリットがあります。排卵日を知っておくことは妊活のためだけではなく避妊のためにもとても有益です。また排卵がないと思われる場合には婦人科にかかるとかね、体の不調を知って対策するきっかけにもなります。自分の体が無意識で何をしているかぜひ観察してみてくださいね。皆さんにとって素晴らしいメリットをもたらしてくれると思います。このチャンネルが気に入った方はぜひいいねとチャンネル登録をお願いいたします。妊娠中産後の方向けに役立つコンテンツも用意していますので、ぜひ概要欄も見てみてください。ではまたー。